目をつぶり鈴の声を聞いてやるといい。その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。眠っちまってるお前さんの古い記憶を。何があった？賊どもが巫女様を。主、恋の鱗を知らんキラキラ光る宝鯉の鱗、それを。今度は鱗。そこのお主、
くぞ。
よう旦那。旦那は見たとこ忍び。まあ何にせよ、ここはあっしがよそをあさってください。ああ、どっかの崖上に三重の塔が見えやしたぜ。あんだけご立派な塔だ。きっと中にはお宝がしまわれてるに違いねえ。あし。動かないでください。傷に触ります。いや、行かねばならぬ。賊どもの中に忍びなりの僧兵が混ざっている。あれは手だれよ。どうしても私が行かねば。ああ、無理です。この傷ではと。
ぞ。
あと。その忍び騎士随分お前。これは。お前さ、それ、お前は。
死者がからど物資殿には会われましたか。おう。はい。我が師道元流院は改正の力を授けることができる。しかしそれは常ならぬ力。繰り返せばやがて淀みがあふれ、関わった者に病として降りかかる。その病を流知りながらそれを止められなくすみません。その竜害を治す術は分かりません。ですがまずは死の残した記録を当たってみます。頼む。ではまた。
大手門にのろしが上がっておる。行部様か。ああ、まさに鬼行部。あのお方がおれば、芦名もまだまだ安泰よ。何をしている？ああ、あなたですか。竜害の調べのため物資殿が吐いた血の塊をいただいていたのです。血の塊？はい、咳と共に出たものです。血の色がわずかに淀んでいるような。しかしこれだけでは定かには。できることはあるか。竜害にかかった者が吐いた血の塊、それがもっとあればより詳しい調べをできます。竜害にかかった者がいれば当たってみよう。お願いします。ではまた。お前さんも、に。
木陰よ、かわいそうなオラの馬子よ。奴ら、マクチクなんぞで脅かしよって。死んじまった。死んじまったよ。
えよ、こんな死ゆさ。死者がどうか。ネズミがもう一匹、いや、その目、飢えた狼か。切る前に名を聞いてやる。名乗り！わしに名乗る名などないか。忍びは大概そうじゃ。名乗らず死におる。じゃが、その左腕、忍び義手とは懐かしい。なるほど。石腕の狼か。気に入ったぞ。ならば、セキロ、お主をそう呼ぼう。お前は何だ？わしはアシナの天狗よ。おう、セキロ。お主もネズミ狩りをせぬか。何だと？このアシナにはネズミが入り込んでおる。うじゃうじゃと我が物顔でな。ネズミもいろいろじゃが、それを片端から切り捨てるのよ。どうやらお主にも一切りの才がある。その才を磨くのに役立とう。どうじゃ、セキロ。ネズ、承知した。よし、セキロよ。これは、切って参れ。さす。へえ、あんたが鬼の行部様もやっと屍になれたかね。けれど戦は続き、屍は積まれ、エンサンタ、考えたことがないだろう。だからこそあんたもあやつも哀れなことだよ。Yeah.
一身の病。ネズミを飼ったよ。やはりお主には。よし、これはアシナ流じゃ。流派というても堅苦しい決まり事などない。ただ戦に勝つ、その一時ネズミ狩りに、何よりお主の戦に役立てるがいい。またなかろうか。足にね。
やら静まったようじゃな。ゾクメ、まだ生きておるぞ。何、ヒルシはどうした。ありがたいや、ありがたいや。何を拝んでいる。はい、お前さん、千宝寺を知らんのかい。金剛山の千宝寺、尊いお方がそこにおわす。さあ、お前さんも拝んでみ。ありがたいや、ありがたい。金剛山、尊いお、さあ、はり。クロウ様、刻限ですね、エマ殿。分かっています。源一郎殿がお待ちなのでしょう。天守の上階に戻ります。狼よ、あの時吹いてくれた葦の羽笛じゃ、こたびはそなたが音を頼りにきっと参れ。太郎兵に鎧を着せたそうじゃな。うん、あやつめぐずりおってな。だがその会はあったのではないか。あの巨体と攻撃に加え、今や刃も通さぬの。まあその通りじゃが、無理くり着せているからの。何かあれば鎧はすぐに剥がれちまうさ。
極よ、この姿勢が。死者がある伊豆。あなたはそのああもしや忍びのお方でしょうか。そうだ、やはりそうですか。あの任を受け負っていただけるとか。私は道中落ち水の施術の支度を任されております。早速ですが忍びのお方、師匠から預かった文を、お司祭はこちらに。皆の衆、分かっておるな。来たるべきは芦名存亡の戦。一心様、そして芦名の民のために命を捨てて参ろうぞ。我らこそ芦名、不当の芦名衆よ。おう、芦名のために。
皆の衆、分かっておるな。来たるべきは、アシナ存亡の戦。一心様、そしてアシナの…旦那、この城の侍じゃないみち。忍び。それ。おう。やっぱりか。ともあれ、助かったよ。ちと、下手こいちまってな。侍どもにしつこく追われて、旦那がみんな、黙らせてくれた。これは、その礼。俺の食いぶちは情報だからな。うん、まだあいにくと危ない場所では商わないの。命あってのなんとやら縁があればまたどこ。Ugh!
皆の衆、分かっておるな。来たるべきは芦名存亡の戦。一心様、そして芦名の民のために命を捨ててまい。皆の衆、分かっておるな。来たるべきは。皆の衆、分かった。
皆の衆、わかっ。おお、俺はだ。じゃあな、旦那。旦那、待っていただき、さ、情報をお買い上げ、ありがとう。ああ、なんたって忍びの道具の情報頼む。足、すげえ勢いで火が平田屋敷、棒、棒、てな。持っている。え？それならば持っている。おお、そいつは残念。忍びねえんでこいつ。ところで旦那、聞いてください。ああ。あっしはね、商いをもっと大きくしたいと考えてやす。このアシナはいつ滅びるかもわからねえ。いわ、つまり成り上がる子。そこで一つ頼む。なんだ。アシナの侍どもが今欲しがっている。そいつが分かればアシナ旦那は忍び敵方から情報をし、ぜひお願いしやす。
こそ音聞こえて。
これはお屋敷の隠し仏殿の神子様は、だがこの日の手じゃ正面か崖外からならば、そう、あちらから外へ出さすれば。わかりました。狼よ。はい、主は狼よ。父上、
お主に顎は共に。うわー、いやいや、我こそは野上元帥、国取り戦の足田衆が一人よ。
は野上玄斎、組取戦の柱衆が一人よ。